はい、ホワイトベースの商品レビューのコーナーです。はい、こちらの動画はですね、ガエルネの DRS、はい、ブーツです。はい、ライディングブーツ、はい、これをねちょっと紹介したいんです。これあのガエルネ のライディングブーツの中ではあのガチなやつです。はい、でガチなやつとガチなじゃないやつっていうのはどういうことかというと、こういうプロテクターの入っている個数みたいなあの箇所っていうのが変わってきます。はい、ね、これも完全にあのガンダムになれるやつなんで、まあ、ここにこういうの入ってて、かかとも入ってて、ここも入ってるって、全部ボルトで止まってますので、あのこれはあの外せば交換することができます。はい、ね、という靴なんですけど、実を言うとですね、このガエルネのブーツというのは通販でサイズチェンジすることができるんですよ。はい、これ非常にこうなんていうんですかね、あの首都圏じゃない人たち向きで、てかね、こういうね、こういうそのブーツ、ライディングレーシングブーツ自体あんまり売ってないんで、あの行くとこ行かないとないんですね。でそれがその通販でこうサイズチェンジできるっていうのは非常に大事なことだと思うんですけども、これをねやってくれるというので、割と北海道で履いてる人が多いというですね、情報がございます。はい、で僕たまたまこれが大変にこう欲しくてですね、手に入れて履いているんですけども、はい、軽いです、まず。はい、軽いし、なおかつ僕ね、新しい靴を履くと普段履きしてしまうというですね、悪い癖があるんですけども、普段履きすると、ブーツインじゃないとちょっとここに傷ができます。はい、ここね、それはしょうがないんですけど、普段履きには向いてないです。はい、すいません。はい、でもまあ履いちゃうんですけど、はい、であとまあ、軽いというのと、あと普段なるべく履くと何が起きるかとですね、足に馴染んでくるんですね。で結構そのライディングブーツっていうのは足首がっちり固定してあるものが多いんですけど、それでも足首を動かすような操作っていうのが必要とされてきます。はい、特にシフトチェンジなんかそうなんですけども、でそういうのをですね、まあ、普段履いているとですね、やりやすくなってくる。でまたその自分の靴に対して、バイクのですね、こうペダルセッティングを合わせておいてやるっていうので、二重の意味でね、普段からこう履いて、普段から履くっていうか、そのなんていうんですかね、なるべくこうあんまりこう綺麗綺麗飾っておかないで、なるべく使ってやるっていうのはですね、非常にこういいことじゃないかなと、思っております。はい、ね、であとこの靴底がね、こう薄くできてて、そのこれあんまりかかとがないんですね。で靴底が薄くできていると何が起きるかというとですね、非常にこうバイクからのフィードバックっていうのがダイレクトに感じるようになります。で、なので慣れてくるとですね、非常にこう繊細な反応操作ができます。ただ普段普通の靴で、僕もそうですけど、乗ってる人がこれに急に変えるとですね、今つま先どこにあるのか分かんなくて、結構側が硬いから逆にこう操作しづらいなって感じることもあるだろうし、つま先をこう上げる動きはいいんですけど、下げる動きに対しては結構硬いんですね。なので、シフトチェンジの時にですね、不具合を感じる人も多いかもしれない。はい、まあ、そこはペダルのセッティング角度を変えてやることで、対応するんですけども、はい、まあ、そういったことができない、わからないっていう人に関してはですね、どっかのショップでやっていただくっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、なのでまあ、この状態、まあ、このブーツを履きたくてこのパンツ買ったんですけども、で下半身だけでもこのスタイルでバイクに乗りたいんです、僕は。はい、それが大前提としてあって、これを手に入れました。何が言いたいか分かんないと思うんですけど、皆さんね、僕はトレンドによって、自分の中なんですよ、自分トレンドによってこういう感じで乗りたいなっていうのがですね、あるんですよ。例えばですよ、ここに 14R がございます。はい、 14R に乗るのにあたってはね、やっぱり若干でもガチな格好で乗りたいなって思ったの。カジュアルな格好でもいいけどね、あ、すいません、カジュアルな格好でもいいけど、でこうやって乗った時に全身つなぎだと本気すぎるんです。全身つなぎも持ってるよ、本気すぎるんですよ。
でも下半身はバンクセンサーあって全然バンクすった痕跡のないバンクセンサーだけどがあって、で当然革だからニーグリップも非常にこうしやすくで、すごいガチめなかっこよさなんだけど、あれなんか上半身なんか T シャツじゃね普通じゃねみたいな感じに見えるけれども、中にはポロンのフルアーマーが入っていて、グローブはフルオーダーっていうですね、まあ、こういうちょっとこう隙を見せた感じの、あんま暑苦しくないむさ苦しくない、ガチな人っていうのをこうやりたくてこの格好にしました。はい、あのオフロードジャージなんかもいいかもしれないですね。はい、なんかこういう変なこだわり出てくるとなんか一般の方にご理解いただけないところに来ちゃったなっていう感じがすると思うんですけど、そうなんです。だんだんウェアに凝り始めるとですね、こうなんか自分なりのこうスタイルをこう追求していくあまりですね、だんだん痛いやつ、峠で見かける痛いやつになり下がるっていうですね、そういう結末を迎えることもあるんですけども、はい、ね、かっこいいと思うんだけどどうかな、ね、で特にそのこのポロンのね、こういうピタピタのやつって日光も避けてくれるし、なおかつねプロテクションとしては最高峰のものが入ってるから普通のツーリングでもいいと思うんですね。でしかもこのメッシュのライディングパンツ、これ中二重生地になってますんで履きやすい脱ぎやすいなんですけども、これ意外とちょっと風受けるとスーッて中抜けてくれるんですよ。だからねメッシュパンツほどではないにしてもこれ自体ね、すごくいいです。はいという感じのスタイルの中で、合わせるこうブーツのですね、このガエルネの DRS ね、これが最高峰で、使わせてもらっております。はい、でこれとですね、もう一つですねツーリング寄りのものと、あとゴアテックスが入っているですね防水のものと2種類あります。そっちの方もですねおいおい使ってですねレビューしていこうかなと思ってます。はい、今回のポイントはサイズ変更できます。はい、なので地方の人でも買いやすいというところがですね最も良心的なポイントなんじゃないのかなと思います。はい、当然物的にも一級品でございます。メイドインイタリーでございますので、はい、皆さん、はい、いいんじゃないかなと思います。はい、以上ですね商品レビューというかですね私物褒めちぎる動画でした。はい、すいません、聞いてもらってありがとうございます。